どうも、フジピコです。おつぴこ。今回はですね、前回ね、13個の卵を無事産んでくれた、地中海カメレオンのね、産後の様子をね、はい、見ていただきたいと思います。いや、やっぱね、卵いっぱい産んでね、13個も産んだんでね、結構ゲソゲソになったんで、はい、痩せたこの立ち上げでは、はい、こちら、ティロリーハランワームということでね、このハランワームをね、あげて、ここからね、ふっくら作戦にしていきたいと思います。あとは卵のね、その後の様子も、はい、見ていただければと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、産後ということでね、とりあえず栄養がね、必要なので、はい、カルシウムパウダーもね、こちらね、これ動画で出すのは初めてから、ちょっと最近僕これ使ってるんですけど、レパシーのね、この、カルシウムプラス LOD かな？はい、これ D3 も入ってるやつ。はい、これをね、ハランワームにぶっかけてね、ハニーソースイートワームにして、はい、しっかり上げていきたいと思います。はい、ということでね、この時痩せてね、もうゲソゲソになったメスにはね、この通りね、はい、カルシウムパウダーしっかりつけたハランワームをね、はい、上げて、ちょっとしっかりね、体力回復をね、測ってもらおうと思います。じゃあ、どうぞ。ポトリ食べるか。お、見てるな、ここについてるやつを食べるかな。はい、前回あげてからね、もう本当にハニーワームにすごい目がないんでね、食べてください。違う、こっち見とるな、やっぱり。違うのよ。まあ、ええか、じゃあもうこのまま、もう下に置くか。下にポトリとするか。はい。そうや。オッケー。あ、また相変わらず土食うてもてるけど。はい。まあ、やっぱ下にいるやつの方が反応がいいな。ちょっと餌皿にね、入れたんで、こっちの方が食べやすいでしょ。やっぱ砂がついちゃって、なんか若干嫌そうにしてるんで、ね、取ろうか、ごめんな。はい、はい、オッケー。うん、これやったらすっきり食べれるでしょ。さあ、まだいっぱいあるんでな、うん、ヨウさん食べてふっくらとな、立ち上がってくれ。あ、よかったよかった。やっぱり基本的にハニーワームはこの子大好きみたいですね。はい。じゃ、このまましっかりね、元の体型までね、立ち上がってください。はい。ということで、今日の、はい、女の子の方ですね。どうだろう。結構いろいろね、ハニーワーム以外にもね、デュビアとかも食べて、もうちょっとはふっくらしてきたかな。どうですか、ね、ちょっと場所が、ちょっと、可愛いけど、絶妙に体格が分かりづらいところにいるな。ということでね、はい、さっきハネワームあげるときはね、これ、下にね、ばらまいちゃうとね、これハネワームのね、粘着で、うん、土食べちゃってね、食べるのやめちゃうんすよね。なのでね、この水皿として使ってるやつを一回水抜いた状態で、ここにね、ポイッと入れてね、はい、それで食べさせてますね。ほい。うん、どうですか？気づいてないかな、まだ。気づいたな。そう、早速見に行ってますね。どう？まあ相変わらずまずちょっとね、けっそりはしてるんですけど、まあ、でもお腹の方は結構もうふっくらしてますね。はい。相変わらず頭のてっぺんにはちょっとだけまだ土が残ってますね。食べますか？ここにいますよ。あっちの岩肌の方に、あ、いた。やっぱそっちの方が好きなのね。はい。でこんな感じでね、うん、なんか餌皿でちょっと反応悪かったんで、やっぱ白いお皿にね、白いハニーワームだとちょっと気づきづらいとかあるんかもしれないですね。うん、やっぱ黒い岩の上に乗っけた方がね、はい、すぐ気づいて食べてくれましたね。まあ一回にいっぱいあげたからってね、はい、すぐ太るわけじゃないので、この辺はね、もう少しずつですね。まあ逆にね、一回の量が多すぎるとね、もう消化不良を起こして良くないだけなので。はい。じゃあ少しずつ少しずつね。はい。ふっくらさせていきましょう。はい。では、オスの方にもね、あげていきましょう。またこの、こうやって下ね、徘徊してるんですけど、オスはね、もうだいぶ、ふっくらしてきましたね。この子はね、あげる場所があって、ここのね、この木のエリアにね、ポトッと置いていけばね、ここだと砂食べなくて済むんでね。もう来ましたよ。ほら、気づいた。
はい、ということでね、ハレンワームにはね、まあご覧の反応でございますわ。ここやったら体格わかりやすいな。ほら、もうオスはね、背骨もしっかりね、うん、お肉がついてますね。もう一個食うかな。ちょっと距離感的に近いんで、ここのサラザに入れてみるか。はい。あ、見てるな。あ、食べるな。はい、OK。やっぱね、この餌の認識する見やすさって結構大事ですね。じゃあ、もう一匹ぐらい入れてみるか。ポトリ。あ、早い早い。あ、全然違うわ。あ、ヨウさん食べてくれてますわ。ああ、安心でございます。まあ、オスもね、少しずつふっくらしてきたんでね。はい、このまま、うまいことね、どっちも立ち上がり完了したらね、はい、2クラッチ目、3クラッチ目とね、はい、せっかくペアでいるんでね、行ってくれたらいいですね。はい、ということでね、こちらが、はい、出産後のね、卵の様子ですね。はい、10月11日にね、産んだので、ちょっと一回開けてみましょうか。はい、こんな感じでね、ちょっと寄ってみます。はい、現状ね、はい、全部ね、すごい状態はいいですね。はい、まだ一個もかびたりとかね、縮んだりとかすることなく、はい、こっち側もね、はい、13個全部プリプリの状態ですね。まあ、こんな感じでね、母子ともに、卵ともにね、健康な状態なので、このままね、継続して、うまいことね、一個もかびらすことなく、はい、孵化させたいですね。はい。ということで、本日の動画はここまでになります。もし、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。